少数者の尊重というのが民主主義という仕組みには組み込まれています。もうこれはね多数決イコール民主主義ではありません。一人一人責任を負っていくと。誰かにお任せじゃなくて、やっぱ私自身がちゃんとしたリーダーを選んで、ちゃんとした社会を作っていくという意識をちゃんと持ち続けなければ、独裁者が誕生してしまうかもしれない。逆転の可能性っていうのに配慮をしてるわけです。逆転の可能性って何かというと、だって今は多数の人でも、 実は少数者に転落するかもしれない参議院のオトヒトシュですさあさっき参りましょうエクストリーム政治経済民主とは何かへ ということでですね、え、前回から始まりました新企画の YouTube 整形大学ということで、ね、これは参議院議員の音北俊がですね、政治経済の話を皆さんに分かりやすくですね、コンパクトに伝えていくというですね、もう政治経済の大学ゼミナールでございます。え、リラックスして今日も聞いていただきたいんですけども、前回ですね、政治とは何かという基本的なお話をさせていただきました。政治とは、再配分であると、予算であるとか、 権限であるが、そういったものをみんなから集めたものを権力者、政治家が適切に割り振っていく、再配分をする営みであるというお話をしていきました。それと再配分のやり方の一つが民主主義、民主制であるということで、次回に続くということで終わったわけですけども、じゃあその民主主義ってのは一体何なのかということをですね、そしてなぜ民主主義がいいのか、民主主義でなければいけないのかという話を今日は皆さんにお伝えをしていきたいと思います。 でまずですね、まあ、民主主義ってどういうふうに定義するかっていうと、いろいろ難しい言い方はあるんですけども、もう簡単に言えば、みんなで話し合って、みんなで決める。これが民主主義です。で、なんでこれをですね、偉そうに私が言うかというと、そうじゃない政治の形態っていうのが、たくさんこの中にはあるからですね。例えば、王政というのは、みんなで話して、みんなで決めますか決めません。もう王様が一人で、 決めて。もう一人で考えて、一人で決める。これが王様が決める王政あるいは、貴族制。これは、みんなで話し合う。話し合いません。貴族と言われる、選ばれた一握りの人間が話し合って、皆さんの予算の使い道や権限を決めてしまう。こういう貴族制。いろんなね、制度が、 これ生まれては消え、生まれては消えてきた中で、やっぱりみんなで決める。もう数多くのできるだけ多くの人で、20歳以上とか、18歳以上なら誰でもとか、それで決めて話し合った方がいいよねっていうことで、この民主主義というのがですね、今この21世紀の社会においては、最もベターな制度であるというふうに言われています。 でもね、なんかまあそういう話をすると、これ昔の私もそうだったんですけども、本当かよと。だって民主主義、うまくいってるように思えないじゃんと。なんかグズ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 ,グズみんなで話し合って、結論が出ないし、なんか結論がようやく出たと思ったら、中途半端なものばっか出て、世の中良くなんないじゃんと。もっといい仕組みがあるんじゃないの というですね、批判が出てきます。そのね、ご指摘は確かにその通りなんです。ただですね、やっぱり民主主義にはね、非常にね、いいシステムがビルトイン、組み込まれているんですね。何がですね、この民主主義がいいかと言いますとですね、まずですね、少数差の尊重というのが民主主義という仕組みには組み込まれています。何かというと、まず民主主義にある一番大きな誤解っていうのは多数決でしょうとだから数が力だと。 多数とかも全部多数決で決めていけばもう何でも決められるからいいんだっていう考えがあるんですけども、これはね多数決イコール民主主義ではありません。 民主主義というのはですね、もちろん最後決めるときは多数決かもしれないけども、それまでの間に、あるいは決まった後も、少数の方の意見を尊重するというか、すごい極めて素晴らしい考え方が、この制度には組み込まれています。だから、例えばですね、地方議会とか国会でもですね、いわゆる強行採決とかで多数決をする現場とか、たまにニュース流れますけども、そこにならないようにですね、理事会では全員が出席しないと決めちゃいけないよねとか、審議時間は100時間ぐらいは、 取らなきゃいけないよねっていうことが実は国会でも地方議会でもいろんなルールがですね組み込まれてなるべく少数の方の意見を伺って最後は無理にえ、ね、採決とか押し切らないで済むような仕組みというのがちゃんとねあの明示されていますなんでそんな面倒くさいことをしてるかというとですね逆転の可能性っていうのに配慮しているわけです逆転の可能性って何かというとだって今は 多数の人でも、実は少数者に転落するかもしれないと。でもし自分が多数派の時に、もう応募で、何でもかんでも多数決で決めて、自分たちのいいようにやっていたら、 それ逆転された時に自分たち同じことをやられてしまうわけですよ。もうお前らもそうやってやったんだから俺らも好き勝手やるぞって言って全部多数決で自分たちに不利なことをされてしまう。そういう可能性があると分かっているから多数派もそんな応募をしないでなるべく話し合いで少数者の意見も汲み取りながらこの政治を運営していく再配分のやり方を決めていくわけですね。これがですね、大きな間違いを犯さない非常に重要なシステムとして民主主義にはビルトイン組み込まれています。 で、今話しましたけども、もう一つ民主主義の中で大切な考え方が、この選挙で決まるわけですよね。民主主義というのはみんなで決めるわけですから、じゃあみんなの決め方というのは何で決めるかというと、選挙を行って投票で自分たちの代表者を決めたり、あるいは最も重要なこと、住民投票とか、自分たちで直接決めると。で、選挙で物事が決まっていくわけですけども、この選挙というのは、とりあえずの結論を出すものに過ぎないという考え方が民主主義には 組み込まれています。どういうことかというと、選挙というのは必ず衆議院選挙だったら4年に1回、参議院選挙だったら6年に1回行われます。で、なんでこんなに短期間の、見ようによっては短期間のうちに選挙を繰り返すかといえばですね、 それはとりあえずの結論。確かにそれ決まったけども、それはもう未来英語変更不可能なことではなくて、4年間経って検証して、あ、これ間違ってたって思ったら、違う結論、違う答えを出すためにですね、この選挙というのを定期的に行っていって、間違いがあったら正していくということをですね、できるように仕組み化されてるんですね。その過程で逆転の可能性、少数者が今度は多数者になるかもしれないからですね、多数者も独裁をせずに、応募をせずにですね、物事を少しずつ前に進め ていいくということがでできますのでねこういうですね、素晴らしい考え方が組み込まれているから、民主主義というのは、独裁であるとか、貴族性とか、そういったことに勝るというふうに言われています。で今言ったこの二つというのは、なんか他の仕組みでもできそうですけども、なかなか実はね、できないんです。例えば、貴族性とかね、選ばれた貴族っていうのは世襲ですから。基本的には、少数者に転落するってことは、貴族はないわけですよね。だって身分保障されてるわけだから。だったらもう貴族のいいようにやってしまえ、っていうことで,で、選挙もないわけだから、自分 ずっと貴族だっったらやっぱりこういうういいい考え方というのは採用でできないわけですだからですねいろんな仕組みを試していたけど結局この間違いを修正できる可能性があるそして少数者の意見も大切にできるという2点でですねやっぱり民主主義というのは今まであったいろんな政治の形態の中で最もベターなものであると思われてますし私もそう考えていますただ民主主義は素晴らしいものだけどこれはですね 意図的にちゃんと守っていかなければ、成り立たなくなってしまうこともあります。それがですね、まあ、独裁性と集具性って二つ書かせていただきましたけども、あの、これ有名な事例ではありますけども、ヒトラー、独裁者のヒトラーというのは民主主義から生まれました。というのも、やっぱり民主主義って確かにみんなで話し合ったり、何回も何回も選挙やっていくるけど、もう回りくどいと。もっとね、手っ取り早く社会良くしてほしいんだよ、って思うとですね、 強烈なリーダーがあられて、もう俺に任せなさいと。私に任せてくれれば何でもやりますよって言った時に、もうこの人に任せたいって思って投票しちゃうと、独裁者が生まれてしまう可能性があるわけですね。なのでこの、一人一人が投票で決めるわけですから、それ一人一人責任を負っていくと。誰かにお任せじゃなくて、やっぱ私自身がちゃんとしたリーダーを選んで、ちゃんとした社会を作っていくという意識をちゃんと持ち続けなければ、独裁者が誕生してしまうかもしれない。あるいは、修部政治、もう、 先のことを考えずにですね、とりあえず税金も安い方がいい、何でもタダで使ってほしい、老後まで国に面倒見てほしい。確かにね、そういうことを。 やってくリーダーがある政治家が私はここに何でもやりますよって言ったらそれは素晴らしいことかもしれないですけどそんな人ばっかり選んでったら社会どうなるかって言ったらもう財政破綻して最後ぐっちゃぐちゃになるわけですそういう人も選ぶと修国政治ポピュリズムと言われる形態になってしまうかもしれないこういうですね独裁になったり修国政治になったりというリスクを常に民主主義というのは孕んでいるわけですだからこそ私たち政治家は投票行ってください政治に関心持ってくださいという権者に伝え続けなければいけない ですし有権者の皆さんもですね自分ごととしてあなたの一票が社会を決めてるんだから社会を自分ごととして見てほしいと見ていかなければいけないわけですね。で最後おまけになりますけどもだから私はですねこの民主主義を支えるものというのは何かといえば。 徹底した情報公開や公文書の管理だと思ってます。だってこの選挙でね、この自分たちのリーダーを決めるわけですから、でもそのリーダーたちが、そしてリーダーが運営する行政が、正しい情報を皆さんに出さなかったら、何回選挙をやっても皆さんは正しくリーダーを選ぶことができないわけですね。だって間違った情報で、本当は景気めちゃくちゃ悪いのに、もうすごい景気いいですとか言って、こうマスコミとか全部支配して、やってたら、ああ、もう今のリーダー素晴らしい、また入れちゃおうとかなって、その間に見えないところで国が崩壊している。 そんなことにならないためにリーダーや行政というのは常に正しい情報を皆さんに与えなければいけないわけですね。民主主義の根幹というのは私は情報公開だと思ってますので、こうした YouTube の活動、ブログの活動を一つの信念として続けています。ということでですね、今日は民主主義とは一体何なのか、そしてその利点、なぜ民主主義でなければいけないのか、そして民主主義には何が必要なのかということをお話しさせていただきました。ぜひですね、こういった YouTube の動画等々をきっかけに皆さんがより政治 に興味を持っていただきまして、この民主主義社会である日本をより良くするために一緒に活動していただければ大変幸いでございます。ということで、次回はですね。憲法についてお話ししたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録でご注目いただければ幸いです。それではまた次回。さようなら。